情報検証研究所、あのマスコミのいろんな報道とか政府の公表資料などについての検証活動をやっています。で、あの公表できる中身を岸さんと大体あの発表してますけども、あの議論のさらなる詳細、あのさらなる意見交換とか、その検証レポートを作ったりとか提言を出すといったような活動をオンラインサロンの情報検証研究所でやってますので、もしご関心あれば、あのこちらご覧いただければと思います。と、いうか多分その部分も一応事前に言っといた方がいいから言っとくと、これから原君と議論する内容で分かると思うけども、今回のコロナ対応を見れば分かるように、今1政府の政策めちゃくちゃです、2自治体もめちゃくちゃです、3メディアはそれを全く報じてませんと。で、このめちゃくちゃが多分コロナ対応をこれからずっと続く中で、変わんなかったら、これマジで日本、経済、も経済以外も結構大変なことになるなと思うので、やっぱりこれね、真面目に、これだけ政府自治体がひどいと分かった以上は、やっぱり民間の側から具体的な政策提言をして、でそれをちゃんと、根回しもしまくって、正しい政策を実現させるしかないなというのは実は最近痛感してます。で、そういうことで、この情報検証研究所のオンラインサロンでは、単純に問題点を議論するだけじゃなくて、もう具体的な政策を僕ら民間の側で作っちゃって、それが政府絡みか自治体絡みかともかくとして、もうこっちはもうそういう政治の根回しは慣れてますから、そういうのをフルに使って、実現するということをやりたい。でその活動をこれから本格化したいと思ってますので、このコロナ対応を含めですね、政府とか自治体の対応に問題があると思ってくれて、でちゃんとした政策を実現したいという人は、ぜひ、このオンラインサロンに関わって僕らと議論してですね、新しい政策を作るというのを手伝ってもらえればなというふうに思ってます。はい、情報検証研究所の12月17日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今週はもうずっとあの国会論戦、あの予算委員会での質疑が始まって、補正予算の。で、衆議院で成立をし、で、今、今度参議院に回ってますという状態ですね。それで、まずあの、国会論戦のその予算委員会の状況。はい。で、まあ、前にこれ、岸さんとも話しましたけど、なんかだいぶね、その、もうスキャンダル追及を頑張ってらっしゃった方々が、この間の衆議院選挙ではいなくなって、で、政策論争の国会論争にだいぶ変わっていく可能性もありますよね。まあ、もちろんその、不祥事追及もあることはあるんだろうけども、政策論争にもうちょっとシフトしていくんじゃないのか、という話をしていました。で、先週の代表質問なんかを見てると、だいぶ、この、政策提案型、シフトのような、泉さんなんかもそんな方向に見えたということだったんですが、予算委員会、どんな感じですかねっていうね。まあちょっと全部はなかなか見てないと思うんですけど、まあ、少なくともね、その立っているバッターの名前っていうのをこうざーっと並べてみるとこんな感じですと。まあ、私もこれ全部は見てない、いくつか見ただけなんですけど、まあ、正直言って感想はやっぱり予算委員会のとあんまり変わんないな。そうだよね。なんかまあやり口を変えてまだ慣れてないっていうのはあるのかもしれないし、またはメディアがちゃんと取り上げないっていう部分もあるのかもしれないけども、まあインパクトは弱いわな。いやだからその、結局ね、その予算委員会の最初でも、まあ、まず最初に何をやるかっていうと、石原伸晃さん、官房長官にしてどうだったんですかみたいなね、まあ、割とこう昔からあった従来型の立憲民主党スタイルの質問になって、で、官房参与にしたこと自体が、なんかその問題だったんじゃないかということに加えて、補助金受給の問題もありましたね。で、そっちの問題なんかも追及して、で、今度はなんか立憲民主党も同じようなことがあったみたいなことが出てきちゃって、またブーメランになっちゃったとか、そんな話にもなってる。なんかまた、かつて見ていたような光景が繰り返されてますねっていうようなことになっちゃう。そうなんだよね。だからまあやっぱり人間ってなかなかさ、人間とか組織ってさ、今までやってきたやり方をさ一晩で変えるって無理だからさ、結構時間かかるんだよな。そうですね。その時間がかかるうちにもう参院選になっちゃうだろうなっていう感じがするから、果たしてこれで立憲民主党本当に変わって、まあ、政権になる、党になったとみんな見てくれるかっていうと、多分難しい気がするんだよね。
だからもうちょっとなんかスムースに転向、新しい姿勢に転向する。で、そこでもさ、ちゃんとインパクト、政策に関してインパクトあること言わないとどうしようもないじゃん。なんか改善ぐらいの提案でさ、そんなさ、そもそもメディア取り上げてくれないし、そもそも世の中も評価しないからさ、そんな改善レベルじゃなくて、もうちょっとドラスティックな提案するぐらいの気持ちで頑張ってほしいけどね、個人的にはね。そうですね。だからそういう意味で言うと、このやっぱり予算委員会、この1週間を見ていても、結局、その政策論争のところで頑張ってるのは、これまでと同様に、維新を、それから国民民主党は玉木さんが出てきて頑張ってるという、そんな感じですね。だからちょっと、まあ、立憲民主党、これで本当に大丈夫っていう感じが改めてしたとしか言いようがないよね。そうですね。ただ、次の話に移っちゃうと、その、えっとね、あのこう、国会論戦で、その政策がちゃんとまともに改善されていくっていう面では、この国会は結構いい成果があったかな、とは思うわけです。これ10万円の給付の話。で、これはもともとその5万円現金で5万円原則クーポンだと言っていて、で、これは自治体からも声が上がって、現金給付でやらせてくれるという話が、になってきて、で、現金給付もいいですと、これ先週の段階ではなりました。で、ただ、一括給付にするっていうのは、それは、なかなか難しいですよ、という状態になっていたのが、これまた今週になって、もうコロッと変わって、現金一括給付も OK です、ということになった。でも、大阪市の松井市長なんかはもう、なんとかギリギリ間に合って、年内に現金一括給付をやることになりました、なんてことになって、これはね、国会とその自治体との力がうまく連携した、で、政府で、なんか変な政策を作りそうになっていたのをうまく変えられたということだったんですかね。ただこれも客観的に見ていてさ、やっぱり国会論戦で立憲民主党頑張ったっていうよりも、自治体がどんどん声を上げたっていうことの方が大きい気がしちゃうんだよね。そう考えると、もうやっぱりさ、どっちかといえばさ、少なくともまあ俺、報道レベルしか見てないけども、まず自治体が怒りの声を上げて、それに立憲民主党が乗っかったっていう感じがあるからさ、本来それも順番逆じゃないとおかしいんだよね。まず野党がしっかりこれをギャーギャー吠えて、で、自治体もそうだよねって言い出したっていうふうにならないと、本当の意味で野党頑張ったとは言えないから、だから、まあ、この部分も結局、誰か他のとこ人が、正しい正論を言い出したら、野党立憲民主党を乗るだけかいっていう感じにも見えなくないんだよね。そうですね。だその野党が頑張ったんだけど、立憲民主党の貢献度はちょっと、野党第一党としては少なくともあまり見えなかった。で、むしろだから今回のプロセスで言ったら、やっぱりその維新は大きかったと思いますよ。これ維新が何で大きいかっていうと、国政において、その相当で議席数を持っていることに加えて、首長を持ってるから。その大阪でやりますよって言いながら、国会の論戦の中で突きつけることができる。これは相当強力だったです。その分の効果が大きいことを考えると、本来立憲民主とか国民民主のさ、自分のところでちゃんと大きな自治体の首長を持っとくっていうことをそろそろ考えた方がいいかもしれないよね。その方が行政の課題と直結した形でものを言えるじゃん。そうですよね。立憲民主党系の首長さんって別にいないわけじゃないんだけども、でも、なんかうまく連携しない。1、大して何もやってない、2、声を上げてないっていう感じがするからね。だからそこはもったいない気がするよな。そうですね。ただ個人的に今回の顛末見ていてさ、この、まあ、小中高生の10万円給付の問題での、この、なんちゅうのかな、政策の中身の変遷、言い方悪いけども、どんどん変わる姿見ていてさ、これは意外と岸田総理のさ、評価できる部分の一つかもしれないなと最近なんか思い出したんだよね。つまり、なんていうのかな、本来政治家ってプライドが高いからさ、一回決めたことってあまり変えたがんないじゃん。で、霞が関の役所も基本的にさ、まあ、無病性の前提に立ってるからさ、自分たちが考えた政策変えたがんないじゃん。だから今までの常識で言えば、一回クーポンやると決めたらさ、絶対それをやるっていう方が当たり前だった気がするんだよね。で、それを、
トップダウンで、結果的に岸田さん変えたわけで、まあ、ある意味で融通無けとも言えるし、ある意味で、もうなんか鉄相ないとも言えるんだけども、だから政策プロセス的には最悪、僕は最悪だと思うんだけども、結果的にはちゃんとトップダウンで融通無けさ、節操なさを発揮して、変えたと、まあ、そういうのを考えると何ていうのかな、意外とあのデジタル時代ネットで、いろんな情報交換意見出るの当たり前の時代の総理として面白い存在になり得るのかなっていうあの皮肉な意味でなんかそういうふうになんか見えてきたんだよね。だからやっぱり今までさ、今でも政治家の常識からすれば結構レアじゃん。一回目のことはさ、なんかそれ正しいんですという答弁言い続けるのと違って、これだけ変えると。だからこういう、難しいんだけど、この節操のなさって、節操のなさっていうか、信念のなさっていうか、融通無けさっていうのは、あの悪い方に、俺ら政策のプロからしたらさ、悪い方に捉えちゃうんだけども、国民一般から見たらさ、ちゃんと国民の、とか自治体の意向を聞いて、変えてくれるよねっていうふうに考え、捉えられるかもしれない面があるから、もしかしたらあの昔の縦割りのヒエラルキー時代ってやっぱりそのヒエラルキーの中で決まったことは変えませんとトップも言いますと、それがだんだん横割りの時代になる中でさ、あの直接、不満の声がどんどん入る中で、変えるっていうのはさ、もしかしたらデジタル時代 の, あの新しい政治家なり総理の像としてはさ、面白いのかなっていう皮肉な見方もできるかもしれないなと、ね、なな、うん、確かに面白いですよね、うん、面白いんだけども、ただね、その、聞きながら思っていたのは、外交の世界でそれ通用しますか。そう、ね、だそのトップ同士でね、会談して、でもうこの方針でやるんだって約束したはずだったのに、なんか国内に帰ったらまた批判を受けて、またコロッということを変えちゃいましたみたいなことになったら、うん、ちょっととてもその信頼関係に必要ないですよね。そう、だから実はそれ経済政策も重要な政策については全く同じで、本来絶対変えたくないボトムラインがあった上で、ここまでなら融通無けっていうのはありなんだよ、本来は。で、多分、岸田さんはまた僕はそこまでじゃないんだろうなと、で本人のボトムラインってあんまりないんだろうなという気はするからさ。で、まあ、この10万円給付に関して言えば、なんとなくあのいろいろってあの報道を見てると、本人のボトムラインは、小中高生全員に配ることはしませんというのがボトムラインかなって気はするんだけども、でもまあ、あの個人的にはそういうボトムラインがしっかりあった上で融通無けとか、本当はデジタル時代の横割りの時代にはありなのかもしれないよなと、外交でもボトムラインさえしっかりしていれば、やっぱその手前まではいろいろ融通無けで変えられるというのは本当はありなはずだから、だからあとはそういうボトムラインをしっかり明確にできるかということだよね。でそれは本人の信念がどこまでかっていう問題になるからさ、だからなんちゅうか、面白いなと思うのは、これ昔中曽根総理がよく風見鶏って言われたじゃん。で要するに総理にならないと意味がないということで、総理になるまではもうスタンスをコロコロ変えることも平気でやっていたと。で総理になった瞬間、信念の塊になって自分がやりたいことをやったと。で岸田さんの場合は、その風見鶏状態が総理になっても続いてるって面白いことになってるんだけども、それであとは本人のボトムラインをしっかりした上で、ちゃんといろんな意見を受けて、変えていくっていうのは、あの横割りでだいぶあの組織とか社会のあり方もフラットになる時代は本当はありかもしれないという気もしてるんで、あとはそういう外交でボトムラインをしっかりした上で、そういう形で柔軟にやって、本当にまともな体制作れるかどうかっていうのがすごく大事で、でそれ考えるとさ、外交に関して言えば、これまさに先週議論したようにさ、初心表明で話した内容なんて論外なんだよね、あれがボトムラインだったらさ、とてもアメリカは評価しないからさ、要は中国にあの言うべきことは言うけど、あとは判断任す、行動は中国に自分で決めるのをぼーっと見てますっていうのは僕は絶対ありえないと思ってるからさ、ああいうのがボトムラインなら論外なんだけども、そういうボトムラインをしっかりした上でこういう融通の上で節操なさを発揮するっていうのができれば、あのなんちゅうか面白いかもしれないし、逆にそこら辺しか期待できないかなって気がするんだよね。まあだからそのボトムラインのところちゃんとあのどう作られてるのかどうかっていうことですね。で、それは表には言ってないけども、実はもう秘めてるボトムラインがね、すごい政策理念が固まってるっていうことなのかもしれないし、
うん、まあ、また続いていきましょう。多分それは今のところないと思うからさ。だからじゃあそのボトムラインを早く作ってくれよってことになって、そこでもし改革はやんないっていうのがボトムラインならば、それは論外の総理だからってなっちゃうよね。うん、まあだけども、ね、その改革やるかやらないかに関しては、あのやるっていう時もあるっていうのがすでに実証されてるわけですよ、これまで。え、まあね。そう、うん、そこはボトムラインではなかった。うん、だからじゃあ本当のボトムラインって何なのかってよく分かんなくなっちゃうんだよね。うん、そこもよく分かんなくてですよ。いやだから今に至るまでずっと繰り返し言ってるのは、その新自由主義は許せないっていうことなんだけども、それもなんか新自由主義って言われてる方をあの政府の委員にされちゃったよね。うん、そこもちょっとだから必ずしもボトムラインじゃないのかもしれないですね。うん、だからそう考えると本当に節操ない人の気もするけどさ。うん、まあだからやっぱ、うん、でも人間って普通さ、そういうボトムラインあるんじゃない？うん、ないのかな、やっぱ。まあ、なんか、ね、だからその政策的なその信念っていうのと、それからその政治的な信念の問題がありますね。これ、あの昔 の, その小泉政権のときによく言われていたような、まあのね、あの派閥対策の問題っていうのが、実はそのああいう政策の裏に全部あったっていうことがよく言われてましたけども、うんうん、まあ、なんか、そのどちらもあんまりまだ今のところよく見える。うん、そうなんだよね。まあだからまだ様子見るしかないけども、もしうまい方が進化してくれれば、面白い総理になるかもしれないと。これが進化できないで単純にあの説法ないだけだったら、早くどっかで退場してよってことになるよな。うん、まあそこはじゃあ、まあ、あのこの臨時国会も無事じゃないですけど、また次の通常国会でまた改めて国会論戦がある中で、その最初のところ の, その冒頭の国会論戦含めてしっかりと見ていくということでしょうか。うん、うん、そうだね。うん、あの、ちょっとその次の話で、国交省 の, その統計データ問題っていうのは今週急にあの勃発して、うん、もうあの国会論戦がね、そのまともな政策論争じゃないって言って、あの、指摘をしてますけども、これ野党の人たちにもね、もうかわいそうだなと思うのは、政府がこういうもうしょうもない不祥事をどんどん起こしてくれるわけですよね。まあね。だから正面からこれやってんだということなんでしょう。うん、なんか今度こういうバカやボコボコやってくれたら責めざるを得ないからね。うん。いや俺なんでこんないい加減なことやってたのかなって、すげえ不思議なんだけど。うん。いやだからこれね、そのまあ一応その基礎的なそのこととして申し上げておくと、だからこの同じような統計データの不正っていうのは2019年に機能統計不正って、これ厚生労働省の不正の問題があって、はいはい、うん、でこれはその経済状況、あの雇用環境がその安倍政権によって改善してるんだっていうことを見せようとして不正をやったんじゃないかみたいなことが言われ、うん、で、それに対してもうあの機能統計だけではなくって統計全般を一斉にちゃんと点検しましょうということをやっていたはずでしたと。うん、やっていたはずなんだけども、またその建設工事受注動態統計っていうので、あの書き換えをやってましたと。これなんか随分大掛かりですよね。都道府県にも指示出してやらしてたとかね。そう。で、しかも、最初推計値を置いて、推計値を実態、あの、実、本当のデータに変えるべきを変えなくて積み上げてたんだから、なんか、意図的なのかなって感じがしちゃうよね。いや、なんかこれ、本当によく分かんなくて、これまたそのよくメディアなんかで言われるのは、これ2013年からでした。うん、ね、安倍政権の忖度で GDP 拡大に貢献するために、この統計の不正をやっていたんじゃないのかとかって、またその安倍政権への忖度論っていうのが出てきてるんですけど、うん、いや、そこまでのレベルじゃないでしょうと。うん。いや、そこまでのレベルじゃなくてさ、いや、データを仮置きしてさ、あの本当のデータが出たら置き換えるなんていうのは、初歩の初歩の初歩だからさ、うん、それさえやってなかったのは、単純に事務方がフルパーだったとしか思いようがないんだよね。うん。めんどくせえからそのままにしましたと。うん。だから、うん、これは忖度っていうか、いかになんか現場がどうしようもねえかっていうことに尽きる気もするんだけどね。あとはそれをチェックする体制も全然できてなかったと。うん。だからまあ第三者委員会を置くみたいだから、そこで早く調査して結果出してくれればいいけどさ、うん、これは忖度以前の問題の気がするな。まあ基礎的な事務処理能力の問題っていうか、そんな感じですかね。うん、
いう気はするけどね、ちょっと呆れて物が言えない状態だけど、うん、まあ、だけど、なんでこんなね、最近、こういうとんでもないバカなことをどんどんやっちゃうんですかね。なんか、だから統計の処理なんてね、それこそその役所ではもう昔からやってることですよね。うん、もう昭和の時代の初期から古くからずっとやってることで、うん、で、それはもうやり方が確立していて、うん、そんなに普通、変な処理はしてなかったはずなんですよ、昔から。うん、なんいや、やっぱり全体のレベルが下がってるとしか思いようがないんだけどね。もう、まあなんかやっぱりその、上の方の人たちもどんどんとバカになっていって、うん、大きな指示を出した現場に、ということですよね、うん。うん、という気がするよな、なんかな。うん。だからちょっとありえないことがどんどん起きるぐらいに、それが政府だけなのか、世の中全体かともかくとして緩みまくってるっていう感じに見えちゃうんだけどね。だから常識が通用しない時代になったなっていう感じはするな。あ、まあそうなんでしょうね。いや、それであとなんかね、そのこれを見ていてもう一つ思ったのは、いやだからその人のレベルがね、その下がってきて、そういう処理ができなくなってきていますという問題があるとして、で、うん、このままって本当はそのデジタル処理をすればいいわけじゃないですか。うん、全く、ね、でデジタル庁でこういうところ本当はちゃんとやったらいいですよね。じゃあ全部デジタルでやろうと。で、そしたらもう改ざんとかやったら、ね、記録が一発で残って誰がやったかって分かるわけです。うん、うん、そうだよね。だからそういう仕組みも本来これきっかけに導入すべきだけどね。うん、まあでもデジタル庁もなんかてんやわんやっぽいから、そこまで手がいかないだろうな。でも、岸田政権においてその改革が進むとしたら、そのデジタル庁のところがもう唯一に近いぐらいの希望なわけですからね。そこもちょっとやってくれるといい。うん、そう思うけどね。うん。まあ、これはそんなことですかね。うん、そうだね。うん、はい。それで、あと、その次のところにつけてたのは、これ報道で出てるんで、GoTo の不正疑惑。はい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 、はい。が出てきて、これはなんかね、TBS が独自取材で随分頑張ってやってるみたいですね。おお、なるほどね。で、HIS の子会社で1万8000泊分の以上、なんかその不正な申請をやったということが明らかになって、うん、で、これも国交省も調査徹底、これからやってきます、みたいなことになっているということで。うん、まあでもこれ、TBS 頑張ったなと思うのは、うん、テレビ局でね、こんだけその調査報道しっかりやる。どうしたもんですね。最近あんまり例ないよね。うん。そういう意味では評価すべきだけど、これ内容はかなり論外だよな。まあまあ、これだけ補助金とかいろいろばらまくとこういうの起きると思うけども、これだけ大掛かりなものもすごいよね。そうですね。これ、またね、その GoTo 再開するっていう話になっていったわけですけども、うん。こういうの出てきちゃうとちょっときついですね、これ。うん、だからこういうのはまあ、必ずお金ばらまくとこういうバカなやつが出てくるんだけども、うん、なんでこれ止められなかったのかな、なんで早い段階で発覚して止められなかったのかな。いや、これ、この1年、まあ、2年ぐらい、この2年ぐらいのコロナ対応での補助金が全般にそうですけども、まあ、ともかくもうさっさとたくさん出そうということでやりましてね、うん、で、これは決して間違ったことではなくて、正しかったんだと思いますよ。それで、まあ、不正の受給をする人も出てくるかもしれないけども。うん、俺はもう見つけたらね、思いっきり厳罰に処すればいいんで、うん、ともかく、まずお金を困ってる人のところにきっちり届けることが優先だということでやってきたと、うん、いう中でこれ出てきちゃった。まあね。うん、っていうことだから、うん、まあ、これ、もう見つけたら、ね、もう、これ徹底して調べ上げて、もう、厳しい処分をすると。まあ、それしかないんだけどね。うんうん、それにしてもさ、同じ人が何十泊もさ、ずっと飛ぶとかあんまりありえないじゃん。そうですね。だからそれをまあまあ、なかなか現場はそこまでなんか予約が入れば嬉しいやで終わっちゃってるのかな。まあね、それはそうかもしれないですね。もうだって事業者の側も、もう相当困ってる状態だから、それも予約入ったらさ、うん、それでお金もらえるんだったらどんどんとやっちゃったと。そうだったんですね。うん、そこはちょっと責めるのはかわいそうな気がしますけども。
だからまあ逆に言えば、まあ、貧すればドンスとなるんだけども、いかに民間のガバナンスが緩いかってことだよな。うん、つまりこれ、こんな同じ人間が、ね、たくさんいて、みんなが同じ何十泊もするって変じゃんって普通思うじゃん。うん、でもそういうのを多分、でまあ、予約入れば何でもいいやっていう状況で受け入れたっていうのは多分現実としてあることだから、うん、だから政府を責めるのもそうだあるけども、民間の側のガバナンスも全然ゆるゆるになってるっていうのを、感じるんだよね。まあそうですね、うん。だからそこら辺も本当はいかにしっかり引き締めるかっていうのを考えないとまずいから、うん、なんか、うん、悲しい根が深い問題だよね。まあ、そうですね。だからこれはやっぱりそのコロナ後の、経済の復活に向けて、うん、でここまではちょっと多少その問題が起きてもしょうがないやみたいな感じで、そのお金ともかくばらまくことを優先ということでやってきたけども、うん、この先は健全な強い経済の立て直し方をやってきますという、うん、なんかそのきっかけの一つにできるというのかもしれないですね。そう、そう思う。だからあとあえて言えば、今このタイミングでこれがなくて、で1月何かを、始めるのにどう影響するかだよな。うん、まあ、ちょっとオミクロン株の、どれぐらい広がってくるという心配も一概あるんですよね。うん。まあ、それを様子見ないと。そうですね。まあ、だからその、オミクロン株の話で言うと、国会の話にちょっと戻りますけど、やっぱりそのワクチンの話が大変心配だと。うん。いうことで、うん、で、国会でもそのワクチン担当大臣がだいぶこう質問を受けてるんだけども、ちょっとなんかね、答えが大変不安定で。だよね。うん、国会での議論の状況を見てると、もっとね、その各国の、政府や、製薬会社と、きっちりその協議調整をやって、いや、どんどんとその必要な、薬剤確保して、ね、自治体に配分をするというようなところを、こう、きっちりやってもらえるのか。うん。ちょっと心配かなと。うん、だから、そこの部分が実はすごい大事で、うん、あれだけ国会答弁が不安定だと、そういう人が本当にファイザーとか製薬会社相手に切った張ったの交渉をやって少しでも早く多量に持ってくるっていうことを本当にできるかっていうのも心配になってくるんだよね。うん。だから、やっぱり前の河野大臣はそこを、本当に、製薬会社本社とゴリゴリやるぐらいのことをやって持ってきたので、で、これやっぱり事務体制はなかなかできないじゃん。うん。政治会社はできないよね。うん、で国会答弁であれだけおろおろの人がこれを本当に、じゃあ製薬会社相手にやれるかというのは非常に疑問に感じるし、で自治体とかともうまく連携取れるかというのは心配だから、だからこのワクチン担当大臣が本当に正しかったかというのはちょっと注意してみないと、これ3回目の接種全体にすごい影響すると思う。うん、それはまた感染者が増えちゃってさ、余計な経済に対する制約になる可能性はあるので、うん、だからこの部分が結構リスクになっちゃっていて、でもし、この大臣が国会答弁の不安定さが実は製薬会社の交渉とかいろんな面でも出ちゃってうまく進まないならば、早く人を差し替えるなりやって、でちゃんとこう徹底的に早く持ってくることをやってほしいけどね。そうですね。いや、だからこれ、なんか、野党とかね、そのマスコミの人たちは、その国会答弁が不安定だっていうところばっかり一生懸命頑張って追及するんだけど、問題はそこじゃなくって、その本当にちゃんと仕事やっていただけるんですかっていう。そう。そこの問題だった。そういう、製薬会社との国際交渉で、ゴリゴリやれっかっていうのが一番大事だからさ。うん。だからそっちをちょっと注意して見る必要があると思うんですよね。うん。まあ、で、これ、で、少なくともね、その、これまでの、その数ヶ月の状況で見たら、これはまあ担当大臣の問題もあるでしょうし、それからその下の役所の事務方の問題も両方だと思いますけども、うん、まあ少なくともそのこれまで準備は全然まっとうにちゃんとできてないわけですね。うんうん、でも世界中で先に先行した国があって3回目のブースター接種を半年とかね、いないぐらいでやらないと感染また拡大しますよというデータがある中で、うん、準備は全然できてなくて8ヶ月とか言っていたと。うん、いうのがもう、つい先日まで続いていた状態。で、それが決して今もそんなに改善してないわけだった。うん、これはちょっと早く体制をね、それこそ作り直さないと。うん。1月、この、うん、じゃ正直言ってそういう意味では、このコロナ対応で、コロナ、ワクチン担当大臣だけじゃなくて、厚労大臣も含め、全体の体制、前よりちょっと弱くなってる気がするから
さ、そこは早く引き締め直してほしいよな。うん、これ、ね、そのワクチンのところが当面大変心配ですと。で、その時に、その厚生労働省でもやってもらえばいいじゃないかっていうことにするのか、うん、あるいは、またもう一回ね、その厚生労働省とは別のチームで強力な、部隊を率いて、うん、その製薬会社との交渉ができるような人っていうのを追加で入れるのか。うん、どっちがいいですか。僕は厚労省を中心に戻すには絶対反対だよね。つまり厚労省が信用できないから、2年で証明されてるわけだから、だから今の体制でこのワクチン担当のところにもうちょっと補佐官とかいろんなのあるんで、取れるんだからさ、で、強力な体制にした方がいいと思うな。それこそ河野さんをさ、なんか補佐官とかで活用するとかやった方がいい気もするけどね。いや、そうですね。これまでずっとやってたって実績が上がってるわけだから、そこは、うん、そういう人材をちゃんと活用するっていうことは、うん、こういうのってさ、やっぱ国際交渉って、この政府間のみならず民間の関係、民間でもさ、やっぱり民識があるって大きいんだよね。うん。だからそういうの考えると、河野さんの力と経験を投入するっていうのを、大臣変える必要ないからさ、何らかの形で落ち込んでさ、で、やってもらうっていう方が、現実的だと思うんだけどな。まあ、そうですね。そういう外交交渉みたいな世界だと、これ、日本だけじゃなくて、よくね、前大統領やってた人が特使で出てくると、そういうのはよくある世界だから、はい、やったらいいんですよね。うん、で、やっぱりそれは明確にさ、お前はよく知ってから、じゃあ少し配慮しようか、そういうのがある世界だからさ、そういうのを活用しないともったいないから、だから本当はこういう部分でこそ、岸田総理のさ、融通向け、接種のなさを発揮してほしいんだけどね。うん。そうですね。うん、まあじゃあ、それ、まあだからその野党も、なんか、そっちをもう少し追求すればいいですね。立憲民主党、そこで頑張ればいいと思うけど。うん。そう思う。ね、うん。そういうのを主張した方がよっぽどさ、意味があると思うんだよね。うん、まあまあ、あの党はダメだからしょうがないんじゃない。まあ、そう、諦めずにさらに頑張ってもらう。あね。だから、あとちょっと一応、今週、問題で出てた話でいくつかお話をすると、森友の話。で、その国が賠償を認めましたと。これ、請求を認諾して、で、訴訟を終結することになったと、うん。で、これはもうとんでもないじゃないかと言ってもね、ご遺族の方々。うん、マスコミの方々は怒ってると。これ、原さん、どう思ってる？いや、だってこれ、請求認めたわけでしょ？認めたことがけしからんって、ちょっと僕、理解できない。うん。だ実は僕も同じ意見で、なんか、テレビの割口とか週刊誌なんかではさ、要はけしからんと、真相解明から逃げたとか言ってるけどさ、うん、本来、この裁判の形式上の目的は賠償なんだよね。うん。だから、形式上の目的は達成されたわけだ。うん、で加えてそれが達成されたことによって、やっぱ国の側に全面的な非があることは認められたわけだと。うん、だから、個人的には、まあいろいろ、当然、ご遺族の方は怒りの気持ちはわかるんだけども、じゃあその真相究明の真相って具体的に何を知りたいのってことなんだよ。うん、じゃあそれは誰がどこの部分を変えたとかさ、細かいことを全部、言うことが大事なのか、ある意味で国は全面的に非があるというのを認めたわけだから、うん、それを真相何をしていないのかなとは、ちょっと個人的によくわかるんですね。うん、いや、そうなんですよね。いや、だからこの種のね、その国に対する賠償請求でいうと、まあ、例えばその公害の訴訟なんかがよくあって、で、こういう時って、国は責任がないっつってね、その頑張ったりするんだけども、うん、でも、まあ、ある時、やっぱり、その、これはさすがにまずいかなということで、もう請求認めますと。うん、それで、被害を受けた方々に、これ以上その訴訟の負担をかけるわけにもいかないんで、って言って、請求を認めるっていうことをやると、これは褒められるわけですよね、普通。うん、そうそうそう。本当に正しい対応でしょうと。で、うん、今回、認めたら何で怒られてんのっていう、なんか、国からしたらそんな感じじゃないですか。そう。だから僕は結果的に国は全面的に非を認めたわけだから、うん、実際改ざんの事実もあったっていうことでしょ、今までの調査も含め。うんうん、これ以上の真相究明って何を知りたいのかよくわからないんだよね。うん。具体的にさ、誰がどの部分を変えたとか、そういうことがわかればいいのか、じゃあそれがわかったらどういう意味があるのかってのもよくわかんないんだよね。う
いや、もともと、何が真相なのかっていうところがねじれていて、多分ご遺族の方が本当に知りたいことっていうのと、それからそのマスコミのとかね、その一部の野党の人たちが言ってるような、いや、やっぱりその安倍さんが根っこだったんでしょうというような話、安倍さん、麻生さんが根っこにいたんでしょうっていうような話っていうのとか、ごっちゃになって、ちょっとこう引きずられちゃってる感じがするんですね。で、裁判ってね、そういうもんじゃなかったでしょっていう。なんか裁判が、変な政治目的に利用されてしまってる。そうなんだよね。そう、だから裁判は真相を明らかにする場じゃなく、場の要素もあるんだけど、本来は形式上の目的は、やっぱりどっちに非があって、どっちが賠償すべきかっていうことを明らかにすることが大事だから、だからそこを取り違えちゃいけないと思うんですね。で、加えてメディアがキャーキャー騒いでるけど、その真相究明が、道が立たれたって、じゃあその真相って具体的に何なのっていう部分なんだよね。多分、原君言ったように人によって全然多分考えが違う可能性があるからさ。で、それを抽象的なことで、いろいろ言い続けるっていうのは、なんか、どうなのかなって感じはするよね。まあ、だからこれ、マスコミがね、その裁判を悪用しようとしたっていう、そういうことかな。まあ、その真相をね、本当に究明したんだったら自分でやれよと、その裁判とかね、そのご遺族を利用したりしないっていうことなんです。気持ちはするけどね。だからなんか後味悪いよね。まあしょうがないけどさ。なんかそのご遺族はね、その利用されちゃって、悪用されて、なんか、大変不快な思いをして終わった、大変残念な思いをしてね、終わられたっていう。いや、でも、ご遺族の方、本当に驚くですなんかよね。ね。本当に、この結果はともかく、それに対するいろんな、テレビとか、で、新聞とかでいろいろ、評論家の人も言ってるけどさ、そういった部分も見てるとなんかすげえ後味悪いわ。そうですね。ね。まあ、これ、そんなこと。それから、あと、もう一つ、なんかね、政界再編の話ではニュース、ぽい話がニュースで出ていて、これ国民民主党と都民ファーストが今度勉強会を開催するみたいな話が出てますけど、なんか、これどうですかねっていうか、まあ、ちょっと残念ですね。国民民主党せっかくね、この間の衆議院選挙でそれなりにまあ伸ばして、まあ、もうちょっと可能性があるかなというところまで来てるんだけども、都民ファーストと組むんですかっていう。だから、正直言ってこれ一番がっかりしてさ、玉木さんまだ目が覚めないのって言いたくなっちゃった。つまり、まあ、小池さんと関わってさ、痛い目にあったわけじゃん。にもかかわらずまたすり寄ってくるしさ、学習効果がないのか、よっぽど小池さんに惚れ込んでるのか、または、都民ファーストが、まあ、主婦層の支持が強いじゃん。都市部で。で、それを取り組みたいのか何だかわかんないけども、なんかなって言わざるを得ない。まあまあ、政治的現実を考えればさ、やっぱ国民民主党は組合じゃん。だから常に改革しか言わない維新とはさ、食い合わせが悪いのは理解するわけだ。でもだからといって、都民ファーストっていうのはなんだかな、また振り回されて使い捨てされて終わるだけじゃないのかなっていう気がするんだけどね。どうも。いや、これでなんかね、大きな勢力としてなっていきそうな気がしないですね、これでやっても。どっちかっていうと、矮小化になっちゃうよね。だからなんか、ちょっとやり方間違えてるなという気がするよな。まあ、とはいえ、その野党の人たち、やっぱりね、もっと頑張ってほしいわけですよね。だから、その立憲民主党が相変わらずのその従来型方式で、やっぱりまだ抜け出せきれていない。で、まあ、維新はその改革のところで思いっきり頑張ってくれてるんだけど、まあ、まだまだ小さくって、野党の勢力もちょっとこう、ね、与党に影響を与えられるような、その政策決定に影響を与えられるような野党がしっかり存在してくれないと。でも、これなら本当、国民民主党独自路線で頑張った方がいいと思うんだけどね、時間かかってもね。すごい悪い表現で言えばさ、玉木さんがさ、悪い女に騙されちゃいましたと。その悪い女が忘れられてきて、ほとぼり冷めてまた近寄ってますっていう感じが見えちゃうんだよね。それダメですね。だから、なんか、絶対こういうの良くないと思って。まあ、しょうがないけどね。まあ、そんなことですかね。あと何か気になってたことあります？今週。
まあ大体これぐらいだよな、これぐらいだよな、うん、なんか、なんか表現悪いけどさ、こういうあの国交省の問題みたいなのがちょんちょんぼが多いせいもあるけどさ、あまりに細かい話題ばっかりなのが一番嫌なんだよ。そうですね。つまりあのアメリカもヨーロッパもさ、このもうアフターコロナで経済、復活で、加えて言えばこれで、今後、グリーンとかで世界制覇だって言ってさ、すごいダイナミックなことをやってるじゃん。うん、この欧米のダイナミックな、動きと比べるとさ、なんかさ、日本ってさ、こんなちまちましたさまつなことばっかりがさ、騒がれていてさ、これで大丈夫かと思う。うん、それが一番嫌だ。うん、そうですね。まあ、しょうがない。うん、だからちょっと国会の論戦でもうちょっとその、そういう大きな議論をしっかりやってほしいと。うん。で、そのためにもこのなんかくだらないなんか統計不正みたいな話も起きないようにデジタルでしっかり頑張ってよっていうことですかね。尽きるよね。なんというよりは寂しい一週間になってやるな、さまつなことばっかり出てきて。はい。まあ、しょうがない。ですね。はい、うん。ありがとうございました。はい。